介護の仕事に興味がある皆様へ、令和元年度埼玉県介護職員雇用推進事業等参加者募集。介護の仕事は人を支え、社会を支えるやりがいのある仕事です。埼玉県では介護の仕事に興味がある方に対し、経験の有無などに応じて研修の受講から県内介護事業所への就職までを幅広く支援しています。事業内容。1、介護職員雇用推進事業。介護事業所への就職を希望している方に対し、介護職員初任者研修の受講から県内介護事業所への就職までを支援します。2、高齢者等介護職員就労支援事業。介護の仕事を希望している60歳以上の方に対し、研修の受講から県内介護事業所への就職までを支援します。募集、5月募集開始。委託元、埼玉県福祉部高齢者福祉課。問い合わせ、受託事業者、株式会社、シグマスタッフ大宮支店。電話、048-782-5173。県議会テレビ広報番組。こんにちは、県議会です。県議会、6月定例会の本会議の模様などを主要会派の代表議員による振り返りを交えてダイジェストでお伝えします。素敵な商品の当たるプレゼントコーナーもあります。詳しくは埼玉県議会ホームページをご覧ください。放送局、テレビ埼玉、放送日時、7月14日日曜、20時から20時15分。問い合わせ、埼玉県議会事務所、電話 048-830-6257。夏の食中毒注意報。毎年夏場には、主に、腸管出血性大腸菌、O157 やカンピロバクターなどの細菌による食中毒が特に多く発生しやすくなります。ここ数年、生や加熱不十分な肉、洗浄不足の生野菜を原因とした食中毒が多く発生しています。バーベキューや会食など楽しいイベントが多い夏、食中毒予防は楽しい思い出とする一工夫です。ぜひ一緒に取り組んでみませんか？食中毒予防のポイント。つけない。食べる前、作る前には、まずはしっかり手洗いの二度洗い。まな板や包丁、菜箸、トングなどの器具の使い分けはしっかりと。増やさない。冷蔵庫などを効率的に活用して、食材の温度管理の徹底を。やっつける。生野菜はよく洗い、肉は中心までよく加熱を。問い合わせ、東松山保健所、電話 22-0280。事業者の皆様、2019年10月1日から、消費税、地方消費税の軽減税率制度がスタート。仕入れ税額控除の方式が変わります。標準税率 10% と、飲食料品、酒類、外食を除く、新聞、定期購読契約された週2回以上発行されるものにかかる軽減税率 8% について、帳簿、請求書、レシートなどの記載を複数税率に対応させる必要があります。すべての事業者の方に関係があります。飲食料品などの仕入れがあれば対応が必要に。レジや受発注、請求書管理システムの導入、改修が必要となることがあります。中小企業、
小規模事業者などの方向けに軽減税率対策補助金が拡充されました。制度についてのお問い合わせ、消費税軽減税率電話相談センターフリーダイヤル 0120-205-553、 受付時間は平日午前9時から午後5時まで、ナビダイヤル通話料がかかります。 0570-030-456 もご利用いただけます。補助金についてのお問い合わせ、軽減税率対策補助金事務局フリーダイヤル 0120-398-111、 受付時間は平日午前9時から午後5時まで。グラフときがわ。写真でときがわの今をお伝えするグラフときがわ。珍しい情報や写真は電話 65-0401 広報担当までお寄せください。防災危機管理アドバイザー山村武彦氏による講演会を開催しました。5月18日土曜、文化センターアスピア多摩川にて防災講演会が開催されました。ご近所で作るずっと住みたい安心の町ときがわを演題として、山村武彦氏の実災害での経験談、防災備蓄のヒント、近所で助け合うご近所の精神などをご講演いただきました。町内内から多数の方に参加いただき、参加者の方からは曖昧な知識が正しい知識に変えられた、備蓄の大切さや訓練の必要性を強く感じたなどの声をいただきました。山村武彦氏の講演会の写真があります。ときがわ町交通安全母の会に埼玉県警察本部が感謝状を贈呈。5月24日金曜、小川警察署において警察本部長交通部長感謝状贈呈式が開催されました。小川警察署管内、ときがわ町、小川町、東秩父村、嵐山町では平成29年3月26日以降、2年以上にわたり交通死亡事故ゼロが継続しており、交通安全に関して真に功労のあった8団体に対して感謝状が贈呈されました。ときがわ町では、交通安全母の会、大場優子会長に感謝状が贈呈されました。感謝状伝達、贈呈式の様子の写真があります。里山の魅力を体感。第16回里山祭り。5月19日日曜、青空の下、第16回里山祭りが開催されました。町の観光施設や地域団体などの協力で開催されるこのお祭りでは、炭焼き体験、木の心臓の音を聞こう、丸太切り競争、どんぐり山で宝探しなど、様々な体験イベントが企画されました。丸太切り競争は、トーナメント制で行われ、子どもたちから可愛らしい声援が飛ぶ中、18名の参加者による白熱した戦いが繰り広げられました。競争を終えた参加者からは、もうヘトヘトです。来年も挑戦したいといった声が聞かれました。また、会場周辺では、遊休農地を活用した花畑で、ポピーとヤグルマギクの摘み取り体験を楽しむ家族も多く、里山の魅力を存分に体感できるお祭りとなりました。宝探しで賑わうどんぐり山、男性直径15センチメートル、女性直径10センチメートルの丸太切り、ポピーとヤグルマギクの摘み取り体験の写真が3枚あります。
ファミリー釣り交流会が開催。6月9日日曜、木の村キャンプ場大野地内で恒例の木の村ファミリー釣り交流会が開催されました。今年で15回目となるこのイベントは、町の貴重な資源であるトキ川の清流と豊かな自然に親しんでもらうため、木の村ファミリー釣り交流会実行委員会、事務局観光協会が開催しています。子ども用の釣り場も整備されているため、親子で釣りを楽しむことができます。当日はあいにくの雨天でしたが、新緑に包まれた会場には、町内外から参加者が訪れ、ヤマメ、マスが釣り上がるたび、賑やかな歓声が響きました。雨の中でも懸命に大物を狙う子どもたちの写真があります。初夏の風物詩。第17回時川花菖蒲祭り。6月2日日曜、初夏の風物詩、第17回時川花菖蒲祭りが開催されました。住民による花作りグループ、花菖蒲を育てる会、会長柴田郁夫さんが丹精込めて育てた花菖蒲は、祭り当日に合わせるかのように咲き始め、多くの方を楽しませました。太鼓打奏や流し踊りをはじめとしたアトラクションが会場を盛り上げたほか、アシスタントの花菖蒲娘が祭りに花を添えました。また、川の丸ごと再生プロジェクトにより、整備された花菖蒲園脇の遊歩道周辺では、竹の水鉄砲作りや石にお絵描きなどの体験コーナーが用意され、花と清流に親しめる時川町らしいイベントとなりました。浴衣姿の花菖蒲娘、元気に太鼓を叩いている様子、花菖蒲園木道での流し踊り、多くの人で賑わう模擬店、石のお絵描きと竹の水鉄砲作りなど6枚の写真があります。暮らしの情報、問い合わせ、役場本庁舎第二庁舎、電話代表 65-1521、家族相談支援センター 66-0222、保健センター地域包括支援センター 65-1010、文化センターアスピア玉川町立図書館 65-4858、時川公民館図書室 65-2656、体育センターせせらぎホール 65-3830、玉川子育て支援センター玉川保育園内 65-5201、平保育園 67-0446、子育て支援センター時川花園保育園内 65-2655、子育て、保健センター、よちよち広場、3ヶ月から1歳6ヶ月、触れ合い遊び、仲間づくり等、身体計測は行いません。7月17日水曜、受付10時から10時30分、スタッフ、保育士、保健師、玉川子育て支援センター、子どもの遊び、親同士の交流、子育ての相談などの場として、平日9時から12時、13時から16時に開いています。毎週火曜の10時から11時30分には、保育園の園庭も利用できます。毎週木曜のニコニコ広場では、楽しい遊びや企画が盛りだくさん、親子で有意義な時間を過ごしてみませんか？広場の後はランチタイムもあります。初めての方もぜひ気軽な気持ちで遊びに来てくださいね。ニコニコ広場、密集園児親子。プール遊び、7月11日、25日、8月1日、
誕生会7月18日、いずれも木曜、10時30分から11時30分、受付10時。平保育園、毎週水曜の10時から11時30分、未就園児の親子を対象に園庭開放しています。トトロの会、未就園児親子、プール遊び、お電話でお申し込みください。タオル、着替えなどお持ちください。7月30日火曜、10時30分から11時30分、受付10時。子育て支援センター時川。園庭と支援センターは平日9時から12時、13時から16時で、土曜は園庭を9時から12時に開放しています。新園舎への移動のため、現在の施設での広場は残り少なくなりました。園外の広場も元気よくスタートしていますが、まだ申し込みを受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。近所のお子さん同士が遊ぶことが難しくなりました。どうぞお出かけください。月曜ポラン広場、0歳から。小さい子向けの広場です。お兄ちゃん、お姉ちゃんの参加も可能です。7月1日、8日、22日、29日、10時30分から。火曜ポラン広場、どんぐりクラス、0歳児から終演まで、ふれあい遊び、紙芝居、7月2日、10時30分から、受付10時、建具会館。グリクラス、0歳児から1歳児まで、わらべ歌、7月9日、10時15分から、受付10時、玉川公民館2階和室。グリクラス、1歳児から5歳児まで、わらべ歌、7月9日、11時から、受付10時45分、玉川公民館2階講義室。グラクラス、2歳児から5歳児まで、親子リズム遊び、歌、楽しく遊ぼう。7月16日、10時30分から、受付10時、せせらぎホール剣道場。水曜ポラン広場、ほのぼのカンガルー、妊婦と6ヶ月までの赤ちゃんとその親。ふれあいマッサージ、ママのストレッチ、簡単手作りおもちゃなど、初めての方はお問い合わせください。7月10日、24日、13時30分から。金曜ポラン広場、未就園児の0から5歳。七夕飾り、7月5日。お話し会、おやつ試食、7月12日、川遊び、7月19日、プール遊び、7月26日、いずれも10時30分から受付10時。保健、保健センター、乳幼児健康審査、1、4ヶ月時、平成31年2月から3月生まれ。2、10ヶ月時、平成30年8月から9月生まれ。ご都合のつかない方は保健センターまでご連絡ください。7月18日木曜、13時30分から14時30分。母子健康手帳、送付した問診票。救急電話相談、#7119。急な病気や怪我に関して、看護師の相談員が医療機関を受診すべきかどうかなどをアドバイスしますので、判断に迷ったときはお気軽にお電話ください。毎日24時間対応。#7119または、048-824-4199。ダイヤル回線、IP 電話、PHS をご利用の場合、従来と同様に次の番号からも電話をかけられます。
大人の救急電話#7000、小児救急電話相談#8000、または0488337911。この電話相談は医療行為ではなく、電話でのアドバイスにより相談者の判断の参考としていただくものですので、あらかじめご理解の上ご利用ください。良い歯の教室。1歳6ヶ月から小学4年生歯科検診、フッ素塗布などを行います。無料、予約制です。先着60名。7月26日金曜、1、13時から13時15分、2、14時から14時15分。引き地区子ども夜間救急センター。診療日、月曜から金曜日、20時から、休日、祝日、年末年始を除きます。受付、19時30分から22時。事前に電話相談の上 LINE してください。ところ東松山医師会病院内新名町 1-15-10、 電話 22-2822。 対象、原則として満15歳以下の子ども。日曜日に診察している診療所、辻保淳医院、内科小児科、9時から12時、電話 23-9045。 横山内科循環器科医院、内科、心臓内科、循環器内科、9時から12時、24-3225。 いちごクリニック、内科、小児科、胃腸科、アレルギー科、9時から12時、15時から16時30分、36-1115。中沢医院、内科、小児科、皮膚科、8時30分から12時、22-0710。樺沢内科医院、内科、循環器内科、呼吸器内科、小児科、9時から12時、23-5813。柳沢委員、内科、胃腸科、肝臓内科、135週のみ、9時から12時、72-0024。河野委員、内科、9時から12時、72-0045。新井眼科クリニック、眼科、9時から12時、15時から18時、74-1711。木下医院、内科、外科、小児科、9時から12時、15時から18時、72-0375。田口医院、耳鼻咽喉科、8時30分から12時、72-1036。田畑小児科、小児科、アレルギー科、内科、8時45分から12時、54-8822。小玉医院、内科、連休の日曜日は休診です。9時から11時30分、65-0147。相談、保健センター、乳幼児相談、身体計測、育児相談、栄養相談、母乳相談。7月10日水曜、受付10時から11時、母子健康手帳、スタッフ、保健師、栄養士、助産師、看護師、健康相談、健康上の相談、血圧測定、尿検査、事前に予約が必要ですが、緊急の場合はいつでも応じます。平日8時30分から17時、相談員
保健師、個別リハビリ相談、事前予約が必要です。希望によりご自宅への訪問を行うこともできます。7月17日水曜13時30分から16時、相談員、理学療法士、保健師。ここまでの担当は小野田でした。家族相談支援センター、ここからの場所はいずれも生き生き活動センターです。住民法律相談、事前に予約が必要です。7月17日水曜13時30分から16時、相談員、町顧問弁護士。行政相談、7月9日火曜13時から16時、相談員、行政相談委員。消費生活相談、平日月曜火曜木曜金曜の8時30分から17時、相談員、消費生活相談員、町専門相談員。教育相談、平日水曜の8時30分から17時、相談員、町教育相談員。迷惑相談、平日月曜火曜木曜の8時30分から17時、相談員、町専門相談員。行政書士相談、身近な相談窓口としてご利用ください。事前予約が必要です。7月16日火曜10時から12時、相談員、埼玉県行政書士会東松山支部。なお、行政相談、消費生活相談、教育相談、迷惑相談、これについては電話での相談も受け付けています。防犯、地域安全情報、小川警察署から町内の犯罪発生状況をお知らせします。令和元年5月1日から5月31日、件数5件、前年比マイナス4件、累計19件、前年比マイナス2件、暫定値です。主な内容、車上狙い1件、万引き2件、非侵入、その他1件、器物損壊1件、身につける夜道のお守り、反射材。皆さん、家の仏壇の引き出しなどに反射材が眠っていませんか？大事にしまっていても皆さんの命を守ってはくれません。視界が悪くなる夕暮れ時や夜間の外出時は、白色や黄色など目立つ色の服装で出かけるか、反射材等を身につけて自分の存在を知らせましょう。また、ドライバーの皆さんは、歩行者を素早く見つけるために、夕暮れ時の早めのライト点灯をお願いします。問い合わせ、小川警察署、電話 74-0110。環境、ゴミの資源化、5月分の資源回収実績、ステーション回収をお知らせします。紙類は、雑紙、段ボール、新聞、雑誌、紙パックの合計。町の収入になるもの、5月分、前年同月比、増減の順に読みます。資源回収、紙類、24,755kg、2,505kg 減、衣類、4,685kg、500kg 減、アルミ缶、1,391kg、164kg 減、資源物売却収入、368,197円、82,278円の減。皆様のご協力により、5月は、
蒸気の収入がありました。ゴミの減量か、5月分の可燃、不燃ゴミの収集量をお知らせします。5月分、前年同月比、増減の順に読みます。可燃ゴミ、149,560kg、1,670kg の減。不燃ゴミ、25,540kg、340kg 減。合計、175,100kg、2,010kg 減。一人一日あたり排出量、506g、3g の増。目標、一人一日 50g のゴミの減量を。小さな積み重ねが大きな効果につながります。生ゴミの水切りを徹底しましょう。生ゴミは約 80% が水分。捨てる前に一絞り。紙類は資源回収へ。小さな紙でも資源になります。一人一日あたりのゴミ排出量の目標値 391g。目標まであと 115g。資源回収は地域のゴミステーションに出しましょう。問い合わせ、建設環境課、電話 65-0814。7月のお話し会、絵本や紙芝居の読み聞かせなどの日程をお知らせします。町立図書館絵本コーナー、絵本や紙芝居の読み聞かせなど、小さい子向け、0から5歳、7月10日水曜10時30分から、エプロンさんのお話し会、0から5歳、7月16日火曜10時から、大きい子向け、5歳から小学生、7月27日土曜14時から、ときがわ公民館1階視聴覚室、7月13日土曜14時30分から15時30分、絵本、私と遊んで、紙芝居、ライオンのメガネ、作って遊ぼう、お楽しみ。図書館だより、図書館の担当者がセレクトしたおすすめの本をご紹介。水、私たちの生活に欠くことのできない大切な水。今月は様々な視点から書かれた水に関する本を紹介します。水とは何じゃ？加古さとし作、鈴木守絵、小峰書店。百姓たちの水資源戦争、渡辺隆著、創始者。世界の水の民話、日本民話の会、外国民話研究会、編、訳、宮井書店。新着図書、新しく図書館に入った資料の一部を紹介します。子供の本、2030年のハローワーク、図志慶、角川、歴史を変えた50人の女性アスリートたち、レイチェル・イグノトフスキー、草原社、こちら妖怪お悩み相談室、清水敦子、岩崎書店、あれあれあれれ、土田信子、ポプラ社、ドタンバタンお留守番、松田奈々子あかね書房、一般書、くずし辞典を引いて古文書を読もう、油井ひろ子、東京堂出版、虫嫌いは治るかな、金井真紀、理論者、絵を見る技術、秋田雅子、朝日出版社、金剛の塔、木下雅樹、徳間書店。ロイスと歌うパンダネ、ロビンスローン、東京草原社。町立図書館、開館時間、火曜日、金曜日から日曜日、9時から17時、
水曜日、木曜日、9時から18時。貸出冊数、期間、一人、図書、雑誌を10冊、紙芝居を5点、ビデオ、DVD を2点まで15日間借りられます。公民館図書室、開館時間、火曜日から金曜日、9時から18時、土曜日、日曜日、9時から17時、昼休み、12時から13時、貸出冊数、期間、一人、図書、雑誌、紙芝居を5冊まで、15日間借りられます。図書館、図書室が閉まっているときは、ブックポストをご利用ください。ビデオ、DVD、紙芝居は壊れやすいので、カウンターへ返却をお願いします。